2018年12月2日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第5150話、総分税。小学校ん時の話。会話文は雰囲気出すために方言でいくわ。俺は、地元が東北なんだけど、俺の小学校は俺が在学中ミニバスが結構強くて、土日も長期休みも練習&練習試合&合宿ばっかだったのね。ある夏休みの日、近隣の学校と合同合宿があって、隣町のセミナーハウスに泊まることになった。で、現地着いて俺ら呆然。俺ら、何この汚いセミナーハウス。ってのが、全員一致の意見。木造作りの家が点在してて、ボロいスーパーが一軒あるぐらいでコンビニもなし、あとは山だらけ。俺らの学区よりさらに田舎。セミナーハウスの後ろはすぐ杉だらけで鬱蒼とした山々。本当かどうか知らないけど、誰かの母ちゃん曰く、おばちゃん。このセミナーハウスは昔、強制労働で使ってた宿舎。だとかなんとか。そん時は泊まりイベントに興奮しててその話自体は気にしなかった。で、早速練習&紅白試合とかやって、あっという間に夜。夕飯食って、大部屋に戻った俺らは当時学校で流行ってた UNO を持ち出して UNO 大会。消灯時間近くまで UNO やって楽しんでたんだけど、後ろでポツンとはぶられてるやつが一人。便宜上。そいつを A と呼ぶ。小学校や中学校とかってさ、いるじゃん。特殊学級に振り分けられる生徒って、A もその口だったのね。でも、部活とかは普通に入れるからミニバス部入っててさ。ちなみに今考えると、結構かわいそうな境遇で、A んち見たことあるんだけど、現代史の教科書に出てくるようなバラック小屋に住んでて、親父らしきやつも見たことねえのよ。多分、母子家庭かなんかでさらにはハンデ持ちだったんだろうな。そんな絵だから、小学生ぐらいの年の連中にしてみたらうざい存在でしかないわけ。だから、結局はぶられるわけだが、消灯1時間前の見回りに来た監督に、監督、チームワークも大事にできねえおめだじが勝てるわけねえべ、とか怒鳴られてさ。内心しぶしぶながらも、A を交えてなんかやろうって話になったのよ。そしたら仲間の一人が、怖え話すべし、とか言い出した。正直、俺は、怖い話はあんまり好きじゃない上に怖い話も知らんのでやりたくなかったんだけど、A がハンデ持ちだから UNO なんてできねえし、しょうがなく承諾。何人かの怖い話はテレビとかで聞いたことあったやつだからそこまで怖くなかったんだけど、B が、B、総分税、って知ってらが?つって話し出した。何を今さらって話だと思うかもしれないが、当時総分税のネタを知らん俺は、ガチビビった。つか、周りの連中も誰も知らなかったらしくかなりビビってた。このスレでわざわざ言うまでもないだろうけど、総分税っていろんなパターンがあるじゃん。俺らが聞かされた内容は、うろ覚えだけど、目をつむると、あなたは炭鉱の中のトンネルを歩いている。炭鉱の中なので、道が複雑に分かれている。分かれ道に来たら次に言う順番で道を歩け。最初は右、次に、中略。最後の行き止まりにつけば、警察官みたいな人がいるからその人のところまで行けば大丈夫。途中で、死んだ霊魂が聞き慣れない言葉で話しかけてくるが、絶対に返事をしたり話しかけるな。途中で目を開けてもダメ。決まりを破ったら最後、その場で魂を持っていかれる。こんな感じだった。後で知ったんだけど、俺が軽く調べた限り、ネットで目にするどの話とも微妙にパターンが違ってた。で、ガチビビりした俺らは言う通りにやったんだけど、A はさっきも言ったようにハンデ持ちだったので、話をよくわかっていないのか、怖くてテンパってたのか、目をつむりながら喋ってしまった。
その時喋ってた言葉が聞いたこともない言葉というか、少なくとも日本語には聞こえない言葉だった。俺ら、おい、これやべえんでね。喋ってらって。B? あはは、おめだじまじうげるー。そうぶんぜ。てやくがら読んでみれれば。俺ら、あ、全部嘘。なあ、頭さくるなあ、嘘がー。マジビビったでばー。一件落着、と思いきや映画さっきと同じ状態のまま。俺ら、おい、いい加減やめれでば。全部嘘だどや。ふわ、わらせ DRFTGYF 事故 LP。聞き取れなかったから適当に入れた。俺ら、おい、やめれっつってラベが。おい、の肩を掴んだ瞬間、糸が切れたみたいにガクリと崩れ落ちて目を覚まさない。これはまずいと思って、俺らは慌てて監督呼びに行った。父兄も集まってきて大騒ぎになり、しばらく様子を見たけど、目を覚ます気配なし。結局、救急車呼んで映画病院に運ばれ、合宿は中止で翌日状況説明&説教を食らって解散になった。その後、夏休み中ずっと入院したままだったらしく、A は練習に顔を出さなかった。二学期の始業式で、A が引っ越すことになったと担任から聞いた。本当かどうか知らないが、噂では精神科のあるでかい病院に移るためだったとのこと。A が住んでたバラック小屋もずっと人の気配がなく、どちらにしても詳しい事情なしで A と家族はいなくなった。以上が当時の話。その後、中学の研究発表会でたまたま調べることになった郷土史を調べて愕然とした。あのセミナーハウスのある町なんだけど、太平洋戦争末期に外国人労働者が炭鉱などで不当労働させられたために蜂起が起こり、その際に関係などによる弾圧で多くの犠牲者を出した土地らしい。しかも、誰かの母親が言っていた強制労働で使ってた宿舎ってのもどうやら嘘ではないらしかった。さらに数年前、ミニバス部での同窓会があって当時の連中と会う機会があり、A の話題になった。A は俺らが中学2年ぐらいの時に目が覚めたこと、その後1年で無事退院したこと、しかしさらに数年後、行方不明になったことを、地元に残ってる連中は小学校の時の監督に聞いたそうだ。また、別の友人が当時の話を B と振り返った時に判明したことが一つ。B の知ってる、総分税は、ネットで見かけた内容と酷似していたとのこと。出てくるのが建物は寺とか、人物は坊さんとかばあさんの方。炭鉱とか警察官とかそういう内容ではなかったらしい。しかも B 本人は記憶が違っているのか、話したのは普通によく聞く話の方で、炭鉱とかそういう話はしたつもりがないとのこと。B の記憶と俺らが実際に聞いた話が食い違ってることや、あのセミナーハウスが過去に陰惨な事件の舞台だったことを考えると、今では A が喋っていた言葉が殺された外国人の国の言葉だったんじゃないかと思えてきて仕方ない。少なくとも一つ言えるのは、架空の恐怖話でも環境や状況が噛み合ってしまうと本物になってしまうんじゃないかと思っている。ネットで見つけた怖い話。第5151話、ルール。東京のある美術大学で起こった話。その日は授業の中で、街の景観をカメラに収め、写真のフィルムを現像する時間があった。現像するときに使う暗室という部屋があり、光が絶対入らないように作られた場所がある。その暗室の作りというのは、まず暗室へのドアを開けると、そこには L 字の通路があり、L 字の角を曲がるともう一つドアがある。そこを開くと暗室の中にはいることができる。外からしか鍵はかけられず、ない鍵はない。そして、その L 字内も暗いため、出入りするときには必ず、入ります。と声をかけてから入らなければならない。向こうからやってくる人との衝突を防ぐためだ。友人の久保が体験した話だが、暗室内での授業に遅刻してその L 字内に入るとき、入ります。
の声掛けをせずに L 字内に侵入した。もう暗室内で授業が行われていて暗室から出る者はいないなと思ったからだ。しかし、L 字に侵入して、L 字の角を曲がった時に、左肩が誰かとぶつかってしまった。あ、と思い振り返って、すみません、と謝ったが、反応がなかった。その時久保は誰かがトイレに急いでたんだなと思ったらしい。久保は結構人に慣れ慣れしいところがあり、目上の人に対しても気遣いとか敬語はほとんど使わないような性格だが、先生や先輩によく慕われていてよく遊びに行っている。夏休みに先生たちと一緒に旅行に行って、夜怖い話をする流れになり、その時聞かされた話にその学校の暗室の話を聞かされた。久保、この話は生徒に話したりするなよ。先生が言った。暗室前の L 字に入る時の声掛けには二つの意味があるという。向こうからやってくる人とぶつからないようにするため、そして L 字の通路にいる霊に対してアクションを起こし、霊をのけさせるためだそうだ。そうしないと霊と遭遇してしまうらしい。昔、その暗室である事故が起こって、女子生徒が一人亡くなった。その日は夏休み前日で、その女子生徒は、暗室でずっと作業をしていた。作業に没頭していたのか時計も暗室なので見えず、夜までずっと作業に没頭していたらしい。やがて警備員が見回りに来て、暗室の中を確認したのか、していないのか、暗くて見えなかったのかわからないが、その暗室のドアに鍵をかけてしまった。夏休み前日に、ない鍵も窓もない暗室で、女子生徒は閉じ込められてしまった。その頃は携帯もなく彼女も一人暮らしだったので、助けも呼べない状況だった。夏休み明け、最初に暗室を開けた先生が、亡くなった女子生徒を発見した。死因は餓死だった。その後の司法解剖で分かったことだが、女子生徒の胃の中にカメラのフィルムが入っていそうだ。食べてしまったのだろう。先生が言うには、暗くて見えないが、暗室のドアの上にはお札が貼ってあるそうだ。それからというもの久保は暗室には近寄らないようにして、暗室を使う授業は全部履修放棄した。ニコニコ動画、開花しごりR、3、ルール、ニコニコ百物語。ネットで見つけた怖い話。第5152話、猫。お初。実体験だから読んでる人は怖くもなくてすまん。長文許して。私は、小さい頃から見えたり感じたりするのだが、最近は感じるだけのことが多い。相方も見えたり感じたりする人。でも私と相方の見たり感じたりの波長は少し違うらしく、同じ時に感じたりの時もあれば違う時もある。相方の住むマンションでの話。相方は猫を飼っている。相方が仕事が忙しく遅くなる日や出張の時は私がマンションに行ってお世話している。その日は相方は出張で、いつも通り猫のお世話を終え、帰ろうと部屋の電気を全部消して玄関の鍵を開けようとしていた。ドアを向いて鍵を開けてたんだけど、突然何の気配もなく後頭部の髪が一束、ふわ、と持ち上げられた。続く。続き。え、と思い、バッと後ろを振り向くがもちろん誰もいない。猫の仕業？と思ったが、猫は離れた窓際にいた。部屋の電気を全部消しても、カーテンを開け放っているので月明かりや外からの明かりではっきりは見えないが姿は見える。ましてや猫が音もなくジャンプして私の後頭部に触れることは不可能だ。途端に背筋がゾッとし、慌てて外に出た。気配を感じることはあっても、触れられたりするのは久々だったのでかなりうろたえた。続く。続き。今までも相方の部屋で気配を感じることはたまにあったが、相方は、たまに誰かいるけど悪い感じはしないから、ごゆっくり、って思ってるとしばらくして消えるよ。と言っていた。
正体は不明だが、相方と私は、男性っぽいと感じていた。その日の夜からだった。私の家は病人がいて発作に気づかないとまずいので各部屋の襖は開けたまま寝ていることが多いのだが、夜中に誰かがそーっと廊下や私の部屋、母の部屋を歩き回っている足音と気配がするのだ。もちろん姿は見えない。翌朝家族に尋ねても誰もそんなことしていないという。母のいびきは聞こえていたし、父の部屋から出るときは床がきしんで音がするから出てきたらわかるが、その音はなかった。そんなことする理由もない。その晩もだった。四日目くらいには亡くなり、飽きて相方のマンションに帰ったのかもしれない。今でも相方の部屋ではたまに気配を感じる。猫はたまに動きを止め、一点を見つめていたり、何かを目で追っている。落ちもなく、怖くもなくてすまん。よければまた体験談書かせて。ネットで見つけた怖い話。第5153話、個人体。ここのまとめから見に来たが、俺みたいに話の内容は特にしょぼくてもいい。真実味がある話が見たい。ってやついるだろ？だから一つ俺の嘘偽りない本当の話をしていこうと思う。家の神社の御神体は明治だか大正だかにできた時に本州から船で運ばれてきたらしい。ちなみに神社は来年できて100年だ。そんで船から移されたまま今に至るまで家にあるんだが、おそらくよく来るじいさんばあさんも存在を知らないんじゃねえかと思う。神を祀ってあるとこは普段戸が閉まってて開かない。年何回かの大きな祭りの時に飲み明ける。でそこには鏡が置いてある。一見これが御神体のようだが実はその鏡の奥にもう一つ小さい戸があってそこに本当の御神体がある。それがさっきの船で運ばれてきたやつで俺のひいじじ。その人が家が始まった時の初代なんだがそいつしか見たことがない。だからそれが何なのかすらもうわからんらしい。もう死んだ俺のじいさんがすでに知らなかった。箱かなんかに入ってるのかそのままあるのかもわからん。一つ代々言われてるのは、戸は決して開けてはならない。決してそれを見てはならない。ってことでだから親父も未だに開けたことはないらしい。ただ、そういうのがある。ってだけの話だ。開けたら呪われるとかも聞いてない。ただなぜか開けるな、とだけ。ちょっと不気味な感じがしないか？金を破って開けたやつが死んだだの近づいたやつが病気になっただのはない。終わり、スケールは落ちるが冗談じゃなく現在進行形の実話だぞ。ちなみに初代の人はいろいろと伝説的な人で死にかけた人を助けただのの話が残ってる。神社の規模もその頃が一番でかくて毎年大祭りの時には屋台がたくさん出たんだと。というか不用意にこんなん書いていいのかよくわからんな。正真正銘の実話だ。だからこそ作り話のような怖さがないのは仕方ないな。まあ神秘的な話、ということで。305、ぜひその箱開けてみてください。314、イヤトの中にあるってだけでそれが箱かどうかはわかんないけどな。俺も昔は何回か親父がいない時に覗き見てやろうとも思ったが、ダイやらなんやらのでかいのがたくさんあってそれをどかすのがめちゃくちゃ面倒。だからもし開けるとしても親父が1日いない時にしないといけない。近いうちに中身見たらその時は何があったか書こう。まあおそらく祀ってる神に関係するなんかと思うんだが。ネットで見つけた怖い話。第5154話、死の過程。俺がほとんど死んだ時の話をしよう。小学校時代に野球で遊んでいる時にボールが心臓直撃して心停止したんだが、心筋は髄筋じゃなくて自律筋だし自覚までにラグがあるんだ。俺の場合は気づかずに結構走り回ってたな。だが、やっぱり兆候はあって走れば動悸がするもんなんだが、全力で走っていき一つ乱れないあたりで違和感は感じていた。
話を戻すと、野球していて、気づくと自分がグラウンドのど真ん中で ORZ していることに気づくんだよ。全身の筋肉が酸欠で思うように動いてくれないのな。よくよく考えてみると自分が呼吸できないことに気づくんだ。呼吸停止。さすがにまずい、と呼吸をしようともがくんだが、本当にやばくなったら死後硬直じゃないが全身の筋肉が収縮してまともに動いてくれないんだな。あの状態から自力で動くのは難しいだろう。このあたりで五感の感覚器がまともに動かなくなってきた。視界が真っ暗になったと思ったら目の前がチカチカしてまともに映像が映らなくなるんだ。わかりやすく言うとドラマで人が死ぬシーンがあるだろ。あれってかなり忠実に再現してあるんだな。確かに近い感じだったよ。これでめでたく。心臓停止、呼吸停止、瞳孔三大の古典的な死の定義を満たしたことになる。その辺で俺の理性は消し飛んでしまったんだが、それはまた別のお話。俺が死に行く動画は今はもう残ってないんだが、それは壮絶なものだったらしく、原因を作った奴は精神を病んでしまって寮付きのいわゆる不登校の構成施設に行ってしまったよ。まあ体には気をつけろってことだ。俺は、その後、運よく生き残ったが、人なんて脆いからすぐ死んだり狂ったりしてしまうよ。この一件から母校に AED が備え付けられるようになったというそのような本当の話。詳しく知りたけ。心臓浸透。でググれ。心臓浸透はその場で AED 使わないと死ぬことが多いみたいだから運が良かったんだな。死んでからまた来てくれ。ネットで見つけた怖い話。第5155話、ロアニの家。子供の頃近くに廃墟の家があった。そこは川沿いにあって井戸もある。しかも田舎だから明かりも少ないしで、夜になるととても不気味。必然的にそこは幽霊が出る家として校区内では有名だった。学校からは危ない。倒壊の恐れもあるので、から立ち入り禁止とされていた。私も好奇心旺盛な年頃だったので行ってみたい気持ちはあったんだけど、行って暴露て怒られるのも嫌だったんで、行くことはなかった。それでも行く奴はいるわけで、幽霊を見た。井戸から声がした。など、よくある怖い話を得意げに話していた。そんな中、探検に行ったグループ一つが、その廃墟を、ロアニの家、と呼び始めた。その名称は学年中に広まり、うちの学年は皆そう呼んでいた。しかし、誰に聞いても名前の由来がわからない。結局はロアニさんが住んでいた家というよくわからない結論に落ち着いた。それからすぐ後に廃墟は取り壊された。理由が何だったのかはわからない。その後は、ロアニの家の話は消滅していった。小学生だからね、すぐ忘れる。数ヶ月後、食卓を囲んでいると中学生の兄が、そういやあそこの廃墟取り壊されたんだってな。もう3ヶ月くらい前やで。そっか、最近あそこらあた通ってなかったからな。そういやまるまる、あそこなんて呼ばれてたか知ってる？え、名前なんかあるん？うちらは勝手にロアニの家って呼んでたけど。へえ、なるほどな。俺らは口アニの家って聞いたわ。なんでも家の一番奥の部屋にでっかい赤い字で口アニって書いてるらしい。ロアニに口アニか、なるほど。見つけたんが小学生でよかったんかもな。そう言ってアニは笑っていた。その後言葉の意味がわかって、廃墟に行かなくてよかったと感じた。まあ結局その廃墟が本当に曰く付きだったかを調べる術は、もうないけれど。口アニ、目アニ。ネットで見つけた怖い話。第5156話、父を悩ます老婆。ありふれた怪談話のようですが実はです。子供時代の記憶なので細部は合ってないかもしれませんが、長文でよければお付き合いください。父は憑依体質というか、毎晩のようにされる人だった。対して母はまじない死の家系だったからか、そういうのを跳ねよける人。父がされても、
母が胸あたりをペシッとすれば収まっていた、大雨が続いた秋だったと思う。ある夜から父が尋常じゃないされ方をするようになった。金縛りに遭い、家中に響くような大きな声でうなる。半月ぐらい経った頃、金縛りに遭った父がふと横を見ると、そこには白装束の老婆が、あちらを向いて横たわっていた。いよいよ見えるようになってきた。父は日に日にやつれていく。ある夜、凄まじいうなり声が父の寝室から聞こえた。起きていた私は、寝室のドアを開けようとしたが、頭の中で警報というか、開けるな、という声を聞いたような気がして、慌てて風呂にいた母を呼びに行った。362。母はすぐに出てきて、寝室のドアを開けた。その瞬間、私は、見てはいけない、と反射的に顔を背けた。父は白目を向いてもだえていたらしい。母が頬を張って叩き起こすと、真っ青ながらも正気に戻ったようだ。翌朝父は、寝室のタンスのガラス戸から、あの老婆がぬーっと出てくる夢を見たと、震えながら語った。当時、私は、4Cのグッズハマっており、お札に悪霊退散と書いて念を込め、そのタンスのガラス戸と、窓の方に貼った。次の日父は久しぶりにうならなかった。しかし次の夜、最大の恐怖がやってくる。父は寝ていながらも、家全体のことが見えたらしい。寝室の外から、老婆が入ってこようとしていた。しかしその位置にはお札がある。タンスのガラス戸からもダメだった。そこでトイレ側の窓をぬっと通り抜け、ものすごいスピードで寝室の戸をすり抜け、父の方へ。その夜、凄まじい父の叫びが響き渡った。いよいよ尋常じゃないと、何でも見えるという、この地方の言葉では、発射ドン、という、霊能力者に見てもらうことになった。その片派、確かに父に老婆がついているといい、なんとその老婆の名前を口にした。父はその名前に覚えがあった。昔近所に住んでいたおばさんで、小さい父をいろいろと可愛がってくれていたそう。発射ドンが言うには、あなたに救いを求めている。墓を見てみなさい。翌日、親戚の方に了解をもらい墓を見に行った。墓の中で遺骨は、骨壺にも入っておらずただばらまかれ、長雨のせいで水に浸っていた。なぜそんな状態だったのか。老婆には子供や旦那などがいなかった。つまり一人っきりだった。なので亡くなった時、一番近い親族の T が葬儀をしたのだが、T は骨壺すら惜しんだ。この親族 T は有名な主戦土で、老婆の財産なども根こそぎ騙し取ったり、ひどいことをしていたそうだ。墓は別の親戚に頼み、その帰りに父と母は T の家付近に寄っていった。自分に頼られてもどうしようもない。恨むなら、この T さんを恨んでください。翌日から、父の霊障はなくなった。数ヶ月後、T は脳一血で倒れ半身不随となり、その後間もなく亡くなった。私たち家族は因果応報の怖さを噛みしめ、長かった恐怖が終わったことを感じた。これが我が家で一番怖かった霊体験です。父は生地霊感があったせいで頼られたようです。ネットで見つけた怖い話。第5157話、クラス会アンケート。子供の頃の奇妙な体験って結構あるよな。みんなの話を聞いてて、ずっと気になってた。ことを書いてみる。毎年3月が近くなると、クラス会アンケートのことを思い出すんだけど、俺以外にこんな体験した人っているかな？俺が小学校4年生の時の話で、俺が当時通う小学校は結構な大規模校で、毎年クラス会があった。春休み中、3月の終わりに先生方乗り認識があって、その時に体育館に新しいクラスの名簿を貼り出すんだけど、親友や好きな女の子と、一緒になりたいとか、毎年すごくドキドキしたことを覚えている。その年、3学期の2月に入ってすぐ俺に一通の封書が来た。クラス会アンケート、という文字が表に大きく印刷され、教材会社の主催になってたけど、これまで調べた限りではその名前の教材会社は存在しないんだ。
中身はどんな内容かというと、俺の小学校の4年生の中で、絶対に同じクラスになりたくない人の名前を1名書いてくださいというもので、それを出した人には文房具のセットが当たるかもしれないということだった。当時俺は、雑誌の懸賞に応募するのが趣味だったし、返信用のハガキが入っていたので、特に変だとも思わず、同学年で一番嫌ないじめっ子の名前を書いて出してやった。実は俺は、その名前を書いたやつと家が近所で、登下校でよく嫌がらせをされていた、別のクラスだから。まだ良かったものの、同じクラスになれば本格的ないじめを受ける可能性があって、絶対に同じクラスにはなりたくないと思っていた。5年生は6クラスあるから可能性は低いんだけど。その後、すっかりそのアンケートのことは忘れていたんだけど、3月に入ってすぐに同じ名前の、教材会社から大きな封筒が届いた。それで前のアンケートのことを思い出したんだけど、内容は、俺に文房具セットが当選したというもので、そこまでは不思議はないんだけど、その文房具セットが、送られてくるには条件があって、一つやってほしいことがあると書いてあった。それから、俺が名前を書いてやったいじめっ子とは同じクラスにはならないだろう、ということも書かれていて、まだクラス会の先生方の会議も行われていない時期のはずだったので、それはちょっと不思議だった。その封書の中には一つ、厳重に和紙でくるまれたお守りのようなものが入っていて、その表には、俺の住んでいる地域から遠く離れた県名と、知らない小学校名、それから5年生という文字と、やはり知らない男の子らしい名前が気味の悪い赤い字で大きく書かれていた。それを俺の住んでいる地域にある神社、これは古くて由緒があるけれど大きなところではなくて、ほとんど普段は参拝する人もいない忘れ去られたようなところなんだけど、そこの境内にある松の木に、3月8日の午後9時以降に釘で打ち付けてほしいという内容だった。それをやったら懸賞のセットを、送ってくれるということみたいだった。それからその封書は、前に来たものと共に一切が済んだら、近くの川に流してほしいとも書かれていた。これはすごく不思議で、最初は仲の良かった中学生の兄に相談しようと思ったけど、封書にはこのことは、誰にも話してはいけないと書いてあったのでやめにした。神社は自転車で5分程度のところにあり、そのお守りのようなのを釘で木に打ち付けるのは難しいことではない。雪の降る地域でもないし、寒いけど、9時過ぎに15分ほど家を開けるのは何でもなかった。その封書とお守りは自分の勉強机に入れておいた。3月8日になった。俺は手紙の依頼通りにやることに決めていて、夕食後9時を過ぎてから、そのお守りとどこにでもあるような釘と金槌を持って、グランドコートを着て自転車で神社に出かけた。その神社は住宅街のやや小高い丘の上にあって、俺は、下で自転車を降りて幅の狭い石段を登っていった。石段にも神社の境内にも一つずつ街灯があったので、暗いけど足元は見えた。もちろん全く人影はなく、さすがに気味が悪くて早く終わらせようと、コートのポケットからお守りと釘と金槌を取り出し、走って何本か鳥居をくぐり神社までの参道から脇に入って、おみくじが結びつけられたりしている松の木を一本選んで、自分の頭の上くらいの高さに名前が書かれている方を表にして、真ん中に強く2、3度釘を打ち付けた。すると手の中でそのお守りが微妙に動いた感覚があって、俺は、思わず手を離したけど、お守りは木に固定されて落ちなかった。その時、10メートルほど離れた神社の脇から急に人が出てきて、こっちに向かって大きな声で、見届けた、と言った。その人の姿は暗くて、後で思い出してみてもどんな服装だったかもわからなかった。声は男のものだった。俺は、もう完全におじけづいていたので、そのまま後ろも見ないで金槌を放り出して走って石段を下まで降り、自転車に飛び乗って家に帰った。ここから書くことはあまりない。俺がアンケートに名前を書いたいじめっ子は、その一週間のうちに自転車に乗っている時に、トラックに轢かれて死んだ。二
空所などは指示通り近くの川に流した。4月に入って有名なデパートから立派な文房具セットが送られてきたが、封書にあった教材会社名はどこにもなかった。その後一回も連絡はない。神社には何年も立ち寄らなかったので、木に打ち付けたものがどうなったかわからない。金槌をなくしたので親父に後で叱られた。一番気になるのは、そのお守りに名前があった知らない奴だが、どうなったかはもちろんわからないし調べてもいない。改めて書いてみるとやっぱり奇妙な体験で、すべて自分が想像で作り出したことのような気もする。文房具セットは兄に随分、羨ましがられたけど、単に検証に当たっただけなのかもしれない。こんな経験をした人って他にいるんだろうか？今日のオカルトスレ。閲覧注意。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない？かくれんぼ。邪霊の巣窟。十数年前の出来事なんですが思い出したんで報告します。長期休暇で実家に帰省していた時の話です。その時、夜に台風の直撃をもろに食らっていつもは2階で寝てたんですが、あまりにも風による騒音で眠れなくて、初めて1階にある仏まで寝ることになりました。仏壇と祖父祖母の家がある畳の部屋です。そこで眠るのにはなんとなく抵抗あったんですが、夜も遅いしうるさいより浜しかと寝ることにしました。一回も風の影響で二回ほどじゃないですが、ごとごとうるさくてなかなか寝つけませんでした。すぐ隣の部屋では両親が寝ていました。ちょっと眠っては騒音で起こされまた眠ってを繰り返していました。ふと、目覚めた時、体が硬直して金縛り状態になったような気がしました。金縛りは初体験で、まさか、と思って強引に体を動かそうと力んだんですが、びくともせず、体全体が痺れたんで動くの諦めました。意識ははっきりしていて目を開けると仏間の暗闇もはっきりわかりました。外がごとごとうるさいのもしっかり聞こえました。と、次の瞬間、仏壇の方に何かいる気配を感じました。なんかやばい。と思って金縛り状態のまま必死に目を閉じました。目を閉じてるんですが、何か感じるんです。人がいるような、なんかやべえ。と思いながら答えてた次の瞬間、見えてないけど人らしきものが、報復前進。で畳をバタバタ音立てながら、俺の頭めがけて突進してきたんです。うわあ。俺は、大声を上げました。俺は、気を失ったらしく、いつの間にか夜が明けていて外も静かで台風も去っていました。金縛りは解けていましたが全身汗びしょりでした。両親に出来事を話して、俺夜中に叫んでたよね？尋ねたんですが、全く知らぬ存ぜぬでした。夢にしてもリアルすぎて今も思い出すと全身ゾッとします。あれは一体何だったのでしょうか？14. 怖すぎんだろ。ふざけんな、体が凍ってしまった。41. 目の中にゴミが入ることってあるじゃないですか。朝起きたら、なんか目がゴロゴロするなーって思って鏡でまぶたをまくって見てみたんです。まぶたの際のところにまつげっぽいものが張り付いてたんです。指で取れるかなーって思って、端を摘んで取ってみたら、まつげじゃなくて髪の毛でズルズルって髪の毛が出てきたんです。15センチメートルくらいの真っ黒でまっすぐな髪の毛。手のひらよりも長かった。そんな長い髪の毛が目に入ってることに、ギャー、うわー、ってなったんです。でも私の髪の毛は、茶色に染めたばっかりで真っ黒でない。パーマもかけているからまっすぐでない。旦那は髪の毛は黒いけど短いし、単身赴任中で髪の毛があるわけない。一体誰の髪の毛なんだろう。127。今女。流れ読まずにお前ら大好きな地方に伝わる因習や呪い系の話を一つ。ちなみにガチで実はですよ。
数年前、大学生の頃、同じゼミに奄美大島出身の奴がいた。ゼミ合宿の時にそいつと俺と何人かで酒飲みながら階段なんかをたしなんでいた。で、奄美大島には有名な、今女、という階段があるのだが、俺は、そいつにその、今女、の話を振ってみた。しかし、そいつは、何それ？そんな話聞いたことないよ？ってな感じだった。俺は、まあ別に地元の人間だからって必ずしも知ってるわけじゃねえのかとか思って、俺が知ってる、今女、の話をその場でした。ちなみに、これがどういう話かと簡単に言うと。昔、奄美大島の越人市屋町の金持ちの家で働く、ヤンチュ、下女のようなもの、に、今女、という娘がいてかなり美人だったという。その家の主人も今女の美しさに惹かれていて、ある日無理やり手込めにしてそのまま囲い物にしていた。そのことに嫉妬したその家の女将は、ある日主人の留守中に、今女さんを納屋に呼び出してそのまま殺してしまった。一方的に手込めにされて、勝手に嫉妬で殺された今女さんは怨霊となりこの男の家をたたり、ほどなくしてその家に連なる者は全員死に絶えたという、そういうお話。なんか地方の言い伝えによくあるような話です。で、その合宿の時に旅行行きてえなーとか話してたら、そいつが奄美大島に来るんだったら家に泊めてやるよ的なことを申し出てくれた。で、そんなこともあってその年の夏休みに俺とそいつと、別の友達一人と一緒に奄美大島に遊びに行くことにした。まあ、ただで泊めてもらうのもなんなので東京土産に地元の酒。そいつのパパンはお酒好きだと聞いたので、やらなんやら持って行ったら、かなり歓迎してもらえて、楽しい離島バカンスをエンジョイ&超エキサイティングしていた。129。そんなある晩、そいつのパパンと俺らでお酒なんぞ飲んでる時に、例の、今女、さんの話について聞いてみた。話し相手の俺らいるせいか、かなりお酒が進んで上機嫌になってるそいつのパパンは心よく話してくれた。まあ、だいたい上に書いた話の通りなのだがディテールがかなりエグい。その当時のヤンチというのはかなり身分が低く、非差別的な扱いを受けていたということ。今女さんは殺される時に子供を身ごもっていたこと。女将は今女さんを殺すまでに悩み数日間幽閉して男衆に臨館させたり、いろいろな拷問を加えた末に最後は女性器に焼いた火箸を差し込んでて殺したということ。また、今女さんはただ単に怨霊とかしたわけではなく、今女さんの代わり果てた死体を引き取った今女さんの家族が嘆き悲しみ、今女さんの死体とお腹の子供を、埋葬せずに、使ってその家に呪いをかけたということ。呪いが強すぎたせいか、その家の人間だけではなく今女さんの一族まで死に絶えたということ。なんかそういう話を聞きとして喋るパパンの声に起こされたのか、パパンのママン、つまり同じゼミのそいつのグランマが起きてきた。そしたら、すごい剣幕、方言丸出しでパパンを叱り始めんの。パパンは昔東京に住んでたで戻り陸見で、俺らと話すときは標準語で話してくれたんだけど、グランマとグランマに怒られてる時のパパンは方言バリバリで何言ってかわかんなかったよ。でまあ、聞き出した俺らだし、パパンなんか泣きそうになってるし、グランマにみんなで謝って取りなしてその日は解散して寝た。まあ、父親が祖母に怒られて泣きそうになってる様を友人に見られたそいつも泣きそうな顔してたけどね。で、次の日俺らのせいで怒られちゃってマジサーセン的なことをそいつのパパンのところに言いに行ったら、年寄り連中は今女さんの呪いはマジで信じていて、今女さんの話をすると今女さんが現れて、たたられると思っているということを聞いた。パパンが子供の頃は、
何か変な事件とかがあると今女さんの仕業だとか、どこそこの誰かが今女さんにたたり殺されたとかそういう話を聞いたこともあるらしい。そいつが、今女さんの話を知らなかったのは、話がえぐいのと、グランマに怒られるので教えなかったとのこと。163、いいにえ。結構こういう話好きかも。132、後日談もあって、呪いのせいか俺ら3人はその年揃って言うねん。後で聞いたんだけど、そいつのパパンはその冬交通事故で即死したそうな。軽い感じで書いたけど、マジで実話です。274、死ぬほど怖い話かはわからないが、私が小学生の頃に体験した話をします。長文、多分はご愛嬌ということで。私の地元は田舎で、山の中にある新興住宅街だった。新興といっても、結局発展しきれなかったような土地だった。私は、山に秘密基地を作り、友達とよく遊びに行ったものだった。ある日、私は、友人の N 子と一緒にミョウガを取りに山に入っていた。しばらくすると、遠くから N 子が何か興奮した様子で私の元にやってきた。N、あっちに鳥居があった。私、そんなの見たことないよ。N、ほら、こっち来て、行ってみよう。N 子は私を引っ張り鳥居があると思われる場所まで歩いた。そこには灰色の小さな鳥居が立っており、お世辞にも綺麗とは言えない神社。祠があった。近くまで寄ってみるとなんとも不吉な感じのする場所だった。N 子は私の手を引っ張り、一緒に鳥居を潜った。ところが、鳥居を潜った瞬間足が動かなくなってしまった。ものすごく寒く、空気が凍っているようだった。頭はパニックになり、騒ごうにも逃げようにも体が動かない。声も出ないので犬子に声もかけられなかった。ふと、視界の中に石碑が見えた。名前が書いてあるようで昭和丸子と書いてあった。丸は読めなかったごめん。と、次の瞬間、犬子が私の手を振りとき。くわ、わらせ DRFTGYF 事故。みたいな。意味不明な言葉を発しながら、神社から逃げてしまった。私も体が動くようになり、N 子の後を追うように逃げた。家に着き、よくわからない恐怖で胸がいっぱいだったが、夕飯を食べ、アニメを見た頃にはすっかり忘れてしまっていた。山での恐怖など忘れ、ぐっすり眠っていた私は、夜中に目が覚めた。多分2時3時くらいだろう。部屋の中に誰かがいる気がした。最初は兄貴が驚かせようと私の部屋に入ってきたと思っていた。逆に驚かせてやろうと思った私は、体を起こそうとした。起きない。動かない。動くのは目だけだった。神社に入った時と全く同じ症状だった。急に怖くなった私は、目を強く閉じ、神様、仏様、と心の中で叫んでいた。気配は初め私とは遠い場所にあったが、だんだんと近づいているのが分かった。霊感など皆無だった私は、本当に怖くて心臓が口から出そうな思いだった。足元の近くまで気配が来たところでふっと気配が消えた。助かった、と思った。右方に生暖かい気配がした。目を閉じて、自分の右手を頬に近づけてみてほしい。何かが近くにあるとわかるはずです。その状態。さらに耳に、ん?と声だか息だかわからないものが吹きかかった。本当にやばいと思った。うっすら目を開けてみると視界の右端に真っ黒なものがあった。動いてる。再び目を強く閉じ、助けて。と心の中で叫んだ。耳元の息が一瞬止まった。お前じゃない。
耳元で囁かれ、気配が完全に消えた。全身びっしょりと汗をかいて気づいたら朝になっていた。翌日 N 子は学校を休んだ。心配になった私は、昨日のこともあるので N 子の家を訪ねた。N 子の家はシングルマザーで家には N 子一人だった。私、大丈夫？風？N、昨日、何かあった？私、風邪か聞いてるんだけど、N、風邪じゃない。私、そっか、あのね昨日変な体験したよ。お前じゃないって言われた。N 子はいきなり取り乱した。N、やっぱり、私を探しているんだ。このままだと私殺される。助けて。私、意味わからないよ。どうしたの？ N、 あの時、神社の陰に女の人がいたの。その人笑いながら私を指さしていた。私、見間違いじゃないの？ N、 違うよ。じゃなきゃ怖くて逃げたりなんてしない。あまりにも震える N 子を見て、とりあえず知っている限りの知識のことをしようという話になった。家の前に森氏を、部屋の中にも森氏を、真っ白な服を着せて夜7時までは一緒にいてあげた。母親は8時には帰るということだったので、1時間くらいなら問題ないと思った。N 子の家を出るときふと玄関の森氏を見ると先の方が黒くなっていた。今思えば予兆だったと思う。当時の私は、と思うだけで、自分の家に帰ってしまった。夜9時、N 子の母から電話がかかってきた。N 母、私ちゃん、N 子知らないかしら、私、家にいませんでしたか？ N 母、どこにもいないの。心当たりないかしら？私、わかりません。実際わからなかった。あの状態で外出なんかするはずもないし、何がなんだかよくわからなかった。ただ、心当たりが一つだけあった。神社だ。もしかしたらあの神社に N 子が行っているかもしれないと直感が言っていた。自分の両親にその話をした。そして私は、父に思いっきり引っ叩かれた。父、あそこに入ったのか。どこまで入った？何か見たか？私は、何も見ていないこと、だが N 子は見たこと。鳥居に入って足が動かなくなったこと、先に N 子が逃げてしまったことなど、泣きじゃくりながらすべて父に話した。父は誰かに電話し、N 母を呼び今から神社に行くと言った。話を聞いた N 母は泣き崩れたが、気を持ち直し、父が呼んだ近所のおじさんと一緒に家を出た。神社に行く途中、あの神社について話を聞けた。神社と思っていたものは神社ではなく墓だということ。でもイカ神社と呼びます。昔の裕福な家柄の一人娘の墓であること、娘は誘拐され暴行され妊娠して殺されたということ。両親は娘のために墓を作ったが、娘の魂は、まだ現世にあるということ。そして決して近寄ってはいけないこと。女を見てしまったら諦めること。そんな話をしているうちに神社の近くに着いた。全員が酒と塩を浴び、神社の正面に立った。懐中電灯を神社に向けると建物の前に N 子がいた。顔を隠してうつむいている。N 母が N 子に駆け寄り顔をひったたいていた。N 母は無理やり N 子を神社から引きずり下ろし、私たちの元へと連れてきた。N 子はブツブツと何かつぶやいていた。私が近寄ることは許されなかったが、N 子が何を言っているかは理解できた。次は私が鬼、ずっとそうつぶやいていた。ものすごい笑顔だったのを覚えている。友達だが、本当に気味が悪かった。その後 N 子は転校していきました。あれから14年。N 子の行方は今もわかりません。ここからは私の妄想です。N 子は女を見てしまった。
その女は多分昭和丸子。誘拐された昭和さんは犯されているうちに精神が錯乱し、誘拐されたことをかくれんぼだと思い始めたのではないでしょうか。殺された昭和さんは成仏せず魂だけこの世に残りあの神社にいた。そこへ私と N 子が行き、N 子が偶然女を見てしまった。ここから先は言わなくても想像していただけますよね。多分すれ汚しすみませんでした。280。昔、祖母の家に行った時の実体験。小学生の高学年の時、夏休みの時急に祖父が亡くなったという知らせがあった。家がかなり離れているため一度も祖父母の顔を見たことがなかった。僕は、正直に言ってあまり関心がなかった。288。初めて飛行機に乗ったこともあってか祖母の住んでいる、鹿児島に着いてから車で祖母の家に行くまでずっと寝てしまっていた。祖母の家についてびっくりした。山道の途中に古臭い家があってそこが祖母の住んでいる家だと言われた。そこまで送ってくれたおじさん、母の兄、は山を降りたところに住んでいるらしく。車を自分の家に止めてから登ってくると言って母と僕を置いてさっさと帰ってしまった。298。もちろん母は元住んでた家なので普通に玄関に入っていった。祖母に会ったのはその時初めてだったけど向こうは知っていたらしく。まるまる顔大きくなったな。本当によく大きくなれたな。と僕の顔を見るなり大爆笑したのを覚えている。祖父が死んで落ち込んでると思っていたから心底驚いた。祖父の葬式などは数日で終わり祖母のからいろんな話を聞いた。祖母とする話の大体は怖い話ばかりだった。そして帰る日の1日前に会った時に言ったことについて聞いてみた。その時の話。302、祖父と祖母は昔から霊感、みたいなものがあったらしい。でも僕の母やおじさんたちには全くないらしく変なものが見えても放っておいたらしい。僕は、全く覚えていないんだが3歳の七五三のお祝いで飛行機に乗ってきた。その時に行った神社で変なものを見たらしい。人が多かったせいか僕は、迷子になった。両親も祖父も祖母も必死になって探していると、人気のない使われていない駐車場に一人でぼーっと立っていたらしい。310、祖母はその時に僕の手を掴んでどこかに連れて行こうとする何かが見えたらしい。祖母は僕の手を掴んで無理やり引っ張って両親のところまで連れて行った。この時のことは全く覚えてないし祖母が言うにはその何かのせいで高熱で倒れた。僕のうなされてる間ぼやけて何かよくわからなかった何かがはっきりと人の手に見えたらしい。祖母が仏壇に拝んだりお経をあげたりしてるうちに熱は下がった。でも結局祖母たちが帰るまでにその手は消えなかったらしい。それがとてつもなく悪いものだと分かっていたので、てっきりもう連れて行かれてるものかと思ったよ、と言っていた。311。ここからはもう怖くはないですが今はもうその手は見えないし、どこか別の誰かについて行ったんだろうと笑っていた。母も昔から自覚なしに変なものを連れてくることがあったからきっと遺伝なんだろうと祖母は言った。話はここまでです。長文やすれ汚しと思った片方すみませんでした。ついでに質問なんですが幽霊とかが見える人と見えない人の違いって何なんですかね ?545。15年ほど前の話な。俺はその頃名古屋の大学に通ってて、一人暮らしをしてたわけだ。親には無理言って一人暮らしさせてもらってる手前、そんな仕送りも、要求できないんで、割のいいバイトを探すことにしたんだ。大学入っていろんなバイトを転々としたんだけど、これといっていい条件の。バイトに恵まれず、一
一人暮らし諦めようかとか思ってたところに友人から、とあるバイトを紹介されたんだ。それは、新聞の求人情報欄の1コマに掲載されていた地味なバイト。気をつけて、読まないと絶対わからないレベル。条件は明記されてなかったが、日給2万円や、の一文が俺の心を突き動かした。即決だった。546。雇い主の家に電話をして詳細を尋ねると、とりあえず一度会いたいと言われ、先方のお宅へ伺うことに。先方からは場所が入り組んでてわかりにくいだろうから、当日は迎えをよこすと言われたので、当日俺は指定された駅で待機。雇い主の家族らしき人が乗ってきた車で雇い主宅まで向かったんだが、土地勘さっぱりな俺は、途中から場所がすっかりわからなくなって、心配になって運転手に、今から向かう先って、俺一人でも行ける場所ですかね？免許まだなんですよ。と尋ねたところ、ああ、何度も続けてもらうかどうかは娘が決めることだから。とだけ回答が。その後は特に会話も交わさず揺られること50分、市街地を離れ。緑がやや多くなってきた住宅街の一角、やや大きめの一軒家の前で停車した。548。雇い主は、その家の奥さんらしい人だったようで、話を聞くと仕事の内容は、至って単純かつ難解なものだった。その家には一人娘がいるんだが、幼い頃何らかの理由で寝たきりになって、しまったらしい。意識はあるようなないような状態で、こちらの話すことには、若干反応を見せるものの、言葉や態度で返すことはないということだった。俺の仕事というのは、その娘が退屈しないように話しかけるだけの仕事。返事も期待しなくていい、反応も見なくていい、ただ面白いと思うことを話し、続けろという奇妙な仕事だったわけだ。550。部屋に通されると、そこはあまり広くない和室で、部屋の真ん中に布団が敷かれて、そこに中学生くらいの女の子が寝ている状況だった。なんか奇妙すぎて居心地。悪かったけど仕事だしな、ということで早速女の子に挨拶することに。こんにちは、今日話し相手のバイトで来ました〇〇と言います。まあ、返事はないわけだ。そこは前情報通りなので気にせずに、とにかく、いろいろ話しかけることにした。そして2時間くらい独り言を続けているうちに、俺は妙なことに気がついた。この子の母親らしき人から娘は一人、と伺っていたのに、なぜか学習机が2つ。そこにかかるランドセルも2つ。話がネタ切れになりつつあったこともあり、気になった俺はそれをネタに話しかけてみた。もしかして姉妹とか兄弟とかいるの？俺は一人っ子なので羨ましいな。その瞬間、女の子のお腹のあたり、掛け布団の中で何かが跳ねるように動いた。553。今まで人形相手にしてる気分だった俺は、いきなりの反応に驚いてしまい、そのまま女の子の顔を凝視してしまった。しかし女の子は無表情、天井を見つめるだけ。ただ、掛け布団のお腹のあたりで何かがもぞもぞと動いているのは見て取れた。掛け布団の中が気になって、ちょっと覗いてみたくて、誰もいない不思議な雰囲気が。さらにその気持ちを加速させて、掛け布団をそっと剥がそうと思ったけれど、その土壇場で、やはり痴漢騒ぎでも起こされたらまずいと思いとどまった。その後もうごめく布団が気になりつつも独り言を続けて、いつの間にかバイト契約時間も、終わり間近に。それじゃ、今日はもう帰りますね。また機会があればお話しに来ます。と返事も期待せずに声をかけたんだ。実際もう帰りたかったし二度と来る気もなかった。立ち上がろうとした途端、中を見なかったお前はもういらん。それまで表情一つ変えなかった女の子が、こちらを見つめながらそう言い放った。557。その時の女の子の目が不気味で、
もうそこにいたくないという気持ちが強くて。あとは、バイト代を速攻でもらって帰ることに。奥さんらしき人からバイト代の入った封筒を受け取るときに、すいませんね、あの娘があまり気に入らなかったみたいで、継続はなしで。と言われたんだが、俺もすっかり続ける気は失せていたので、そのままバイト代を受け取って帰ることに。駅まで送ると言われたんだが、それすらも嫌な気がして、タクシーを呼んでもらい、逃げるように家に帰った。その後、その家がバイトを募集している記事を見たことはなかったし、そこに近づこうと思ったこともない。ただ唯一心残りだったのは、あの女の子の布団の下に何があったのか、それをもし見ていたらどうなっていたのか。727。数年前まで恐怖画像動画まとめサイトみたいなのやってた人です。特定勘弁な、わら。でまあそんなサイトやってると、自分たちオリジナルのマジな動画撮りたくなるじゃないですか。え？ならない？ですよねー。まあ相方がアウトドア派なので、そういう活動もちょぼちょぼやってたんです。有名心霊スポットでカメラ回したりね。しかし世の中そんなに甘くない。確かにオーブみたいなのとか変な音がするとか程度のは取れた。でもサイトに載せるほどでもなかった。スカネットにある強烈な恐怖動画ってほとんど CG じゃねえのって思ったほど言えまでも思います。でもね、そんなヘッポコ素人撮影隊でも、一つぐらいはマジな話があるんですよ。もう何年も経ったし解禁かな、というわけで書かせてもらいます。728。撮影隊は、だいたい相方と俺と不良社会人の二人でワイワイやってた。不良社会人の一人 S 君は自称だけど霊感あり。その日は有名スポットではなく、サイトの掲示板で、結構やばい、と噂になってる場所で撮影することに。書き込みでは霊を見たとか書いてあり、あんなにはっきり見えたのは初めて、などと、書いていたので、ビデオ撮影しやすいかな、なんて単純な理由だった。車で数時間かかるので休日の朝出発。昼飯食ったりして着いたのは夕方。霊感のある S 君は、怖がっていたがいつものことなのでスルー。適当に周囲の雑木林を撮影。そこで最初のトラブル発生。ビデオカメラ壊れる。よくあることではないが想定内なので予備のビデオカメラを出す。一応保存してあった動画を確認して一度ビビる。壊れた方のカメラで撮っていたような映像が、なぜか別のこのカメラに保存されている。怖いというより手品を見せられた気分だった。でもこれをアップしても誰も怖がらないだろ。映ってるのはただの雑木林の風景なんだから。どうしようかと言っていると、車の中から S 君が、カメラ直ったよ、と言ってきた。別に彼にそんな技術はないのだが、いじってたら直った、とのこと。カメラ2台持って再アタック。729。で、8時くらいだったと思う。田舎の8時は真っ暗だ。明かりも近くにないし全員懐中電灯装備。映像チェックしてると、相方が妙な声を上げた。2台のカメラで交互に映していたんだが、1台のカメラでふざけて。相方をフレームに入れて映してたんだよ。だけど相方の姿が映ってない、と。もしかしたら、ともう1台の方のカメラを見ると、相方が映っている。相方ビビる。でもこのカメラ、撮ってたの俺なんだよ。書き忘れていたが、カメラ2台は別機種。間違えることはない。ただしまあ、勘違いということはあるだろう。そこにいた4人が全員全く同じ勘違いをすることがあり得るなら、
誰かがいたずらでメモリーを入れ替えたのかもしれない。誰もそんな余裕はなかったはずだが。でだな。いつもは役に立たないエス君なんだが、相方が映ってない方のカメラを持って、こっちで撮った方がいい、と言い出した。このカメラの方が映りそうな気がする、と。再度撮影開始。撮影者は相方と不良社会人のS君じゃない方。しかし空振り、初めからS君には誰も期待してなかったので、っていうかもう疲れていたので、帰ろうか、という話に。730。家に帰って相方んちで映像検証。S 君主導のもと行われた最後の映像を見ようとする。しかし別の映像が映る。それは、ツールボックスの上に置かれたカメラが、もう一個のカメラを持って歩いていく映像だった。また映像が入れ替わっている、誰かがメモリーを入れ替えたのか。おかんを感じながらも見続ける。暗いので服装で誰かと判断できるレベル。やがて撮影隊二人が帰ってくる。でもな、人影が三つあるんだよ。タボタボのポンチョみたいなのを着た、明らかに俺らの仲間じゃない影が映っている。相方は最後にと車の周囲を撮影する。ポンチョは相方のカメラに映りたいかのように近づき、相方の体と重なって、すり抜けようとした瞬間、消えた。ライトが動いて明るいところが暗くなったかのように。これはビビるだろ？で、じゃあその相方が撮っていた映像はどうなっている？って思うじゃん。つまりツールボックスの上に置いていた方のカメラには、その時何が映っているのか。早送りする俺の手は震えてた。マジビビってた。でもな、映像の最後の片端。真っ暗なんだ。拍子抜けして見ていると、画面の隅の方で何かが動いた気がした。隅から見たこともない不老者みたいな男の顔がアップになった。そしてレンズを覗くかのように目がアップになり、さらにアップになり、カメラが眼球の中に飲み込まれた。つまり映像としてはまた真っ暗になった。いやもう大騒ぎだよ。やったぜと、これで怪奇系サイトのトップに立てるぜと。でもな、カメラからメモリー抜いて PC にデータを移したら、消えてたんだ。いや他の映像は残っているんだが、その男の横からの全体映像と、アップの映像が、消えてた。終了。731、後日談。S 君に、それはやばいやばすぎ、と言われたのでお払いしてもらった。お払いって高いのな。で、そういった遊びは二度とやるなと言われて、サイトは続けてたけど、撮影隊は解散した。四人ハマー女に振られたりとかはあるが何事もなく暮らしている。相方は結婚しパパになった。なのでもう時効かな。と思って書いてみました。946。今からもう十数年前、私が仕事でアメリカへ行った時に聞いた話をします。具体的な内容は個人が特定されそうなので書けません。ご了承ください。当時、あるアメリカの企業と日本の企業が共同でとある実験施設を作る計画が立ち上がり、私の会社はそこに大きな機械をいくつも納入することになったため、私を含め会社の10名ほどが、現地の視察や今後の打ち合わせをするために向かうことになった。場所はアメリカ中部の砂漠地帯、かなりの田舎にある場所で、周囲には寂れた町が一つ、あるだけだった。その町に到着して3日ほどしたある日、ちょうど私と上司が打ち合わせするはずだった人が、こちらに来れなくなり、上司から先に帰っていても良いと言われ、私は、一足先に宿泊先、のモーテルに帰ることにした。先ほども書いたようにそこは偏僻なアメリカの田舎町、モーテルにいてもすることがない。私は、日
暇を持て余し特に当てもなく街中をブラブラすることにした。が、やはり暇で目的もないため、近場にあったお酒の飲めそうなレストランに入ることにした。そこはどうもレストランというより酒がメインだったようで、時間が早いこともあり自分以外、には東洋系の老人が一人いるだけだった。テーブルにつき食べ物やビールを注文していると、先客の老人が、あなたは日本人か?と、尋ねてきた。私が、そうですが、と答えると、老人は、やっぱり、もしお暇でしたら少しお話をしませんか?と言ってきた。私は、断る理由もなくはい、と答えた。その時は、私は、単に老人の取り留めのない世間話や昔話を聞くだけだと思っていた。が、実際には違った。老人の話は非常に重く、恐ろしく、おぞましい、老人の過去にまつわる話だった。老人は1960年代後半にアメリカへ移住してきた移民一世だった。元は中国のとある省の、生まれらしい。老人はある事件をきっかけになけなしの蓄えをすべて賄賂につぎ込んで中国を脱出し、気の幹のまま、アメリカへと移民してきた人だった。947。その事件とは、1966年から中国に吹き荒れた文化大革命に関係するものだった。文革当時、老人は結婚したばかりの奥さんとまだ小さな子供の3人で小さな靴屋を経営していたらしい。老人の話によると、文革が起きたといっても都市部で小さな靴屋を経営している。老人には当初、ほとんど影響がなく、街中でプロパガンダの広告や街宣車を見かけても、何か遠くで起きている出来事、のようにしか感じなかったとか。しかし、反革命的、という言葉を聞くようになってから自分の周囲の何かがおかしくなり始めたらしい。最初は、近所にあったお寺の僧侶が連行されたという話だった。その僧侶は結局帰ってこなかったという。僧侶が連行された農家は切りに、近所の教師や医者や金持ち、政府に批判的な人などが次々と、連行、されていなくなり始めた。そして、ついにはそれらとは全く関係のない一般人も次々と、連行、され始めた。老人には何が起きているのかわからず、ただただ恐ろしく、自分たちの身にこの不幸が降りかからない、両身を潜めるしかなかったという。そんなある日、老人は店に来た客からある噂を聞いた。どうも連行された人たちは子供たちに密告された。結果らしい、子供たちは自分の親や学校の教師ですら躊躇なく密告している。と。老人には信じられなかった。子供たちの何人かは老人も知っていて、親と共に自分の店に靴を買いに来たこともある。そんなごく普通の子供たちが、自分の親や教師を密告している。あまりにも現実離れしていた。しかし、老人の町にも、紅衛兵、と呼ばれる集団がやってくると、老人もその事実を信じざるを得なくなった、らしい。そんなある日、老人が国を捨てる決定的な出来事が起きた。その日、共産党からの命令で老人はある学校に生徒用の靴を納入しに行くことになった。老人が荷車に靴を乗せて学校に着くと、学校の裏庭から何かを調理する良い匂いがしてきた。臭いが気になった老人は、荷物を係の人に渡すと何気に裏庭に回ってみたのだという。そして、そこで老人は信じられない光景を目にした。948。そこにあったのは、うずたかく積み上げられた死体と、嬉しそうにそれらを解体し調理する。子供たちの姿と、無表情に子供たちにあれこれと指示を出す地元の共産党員の姿だった。死体の中には、老人のよく知っている医者の姿もあったらしい。
実際にはかなり生々しく、具体的に調理の様子が語られたのですが、あまりにもひどい内容なのでカットします。老人はその場を離れると、その場では何事もなかったかのように振る舞い学校から逃げ出した。そして、人気のないところに行くと胃液しか出なくなるまで吐き続けた。老人は今でもあの光景を夢に見て、夜中に目が覚めるのだという。その夜、家に帰ると老人はなけなしの蓄えをかき集め、奥さんにはほとんど事情も話さず夜逃げの準備をさせ、その日の晩のうちに家族で町から逃げ出した。その後、老人は仕事のつてや昔アメリカに移民した親戚などを頼り、貨物船の船長に賄賂を渡して密航し、タイ経由でアメリカに移民したのだという。そして、その後も共産党に怯えながらアメリカの田舎でひっそりと暮らしてきたらしい。恐ろしい話だった。文化大革命がかなりひどい事件だったとは知っていたが、ここまでとは知らなかった私は、老人の話を、ただただ聞くしかできなかった。老人は最後にこう言った。当時人間を飼いたいし食っていた子供たちは今どうなっていると思う？と。私が、わからないです。と答えた。すると老人は、その後ある程度外国。おしまい。